はい、皆さんこんにちは、加用まりのでございます。今日はですね、司法書士の年収って低いですかという問いがねよくあるわけなんですが、まあ、これについてのアンサー動画みたいなのをねやっていこうかなと思っています。で、司法書士合格応援サイトさんというところが2016年の、まあ、ちょっと統計なんですが、司法書士実態調査というのが行われていて、それの結果みたいなのをこう出している、まとめて出しているサイトさんがあって、ちょっとこれからねご紹介させていただきたいと思うんですけれども、2108人ですねに調査をした結果をまとめています。でここに書いたんですが、司法書士の売上ではなく年収ですね、年収がですね、ここに書いていまして、200万から499万円の方が、なんとまあ 30.5% ですね、ちょっと多いんですが、その上でのレンジで500万から749万円の方が 19.1% で、750万から999万円の年収の方が全体の 13.9%、 そしてですね、1000万円から4999万円の年収の方が 17.5% 存在するという結果になっているんですけれども、この1000万から4999万というのはちょっと飛びすぎだろうと思いまして、このですね内訳が知りたいのに、どういう何ちゅうね集計の仕方してるんだと思うわけなんですが、という結果になっています。で確かにですね、200万から499万の方が 30% 以上いるっていうのは、かなりですね多い方ではあるんですけども、この方たちはですね、単純に高齢であったりとか、例えば育児出産とかをしながらとか、何かのですね片手間で、業務をやっているような、働き方を選んでですね、やっているような方であるというふうに私は認識しています。で本当にですね、ちゃんとですね、ガチでですねやったところで、だいたい500万円から1000万円ぐらいのレンジに落ち着くんじゃないかなというふうにね、私の感覚では思っています。私も実際独立して仕事しているんで、周りにそういう方も多いんですけれども、皆さんですね、だいたいその年収が300万円ってことはさすがにないのかなと思います。で、そもそもですね、年収が1000万円を超える人っていうのは世の中全体で、数パーセントしかいないっていう話を聞いたことあります。 5% ぐらいあるんですかね。っていう中で、司法書士の年収調査で 17.5% の人が1000万円を超えてきているんで、そう考えるとですね結構高い方であるのかなというふうには思っていますので、別に司法書士の年収って低いですかって聞かれたら別に低くないですよっていうのが私なりの答えであると。で参考までにというか、勤務に関してはですね、データがものすごい明確なんですよ。勤務はですね、年収が250万から400万円ぐらいでだいたい募集されていて、中にはですね過払いとかちょっと激務になってくると700万円以上で勤務で募集されている事務所さんってあります、普通に。で独立した場合は平均ね年収が500万円ぐらいって言われていて、もちろん1億を超えてくる先生方もいるわけなので、ここはですねもう本当に上限もないわけですね。でこういったその司法書士のですね実態調査って、今回このねデータですと2108人対象にね調査してるんですが、司法書士って2万人以上いる中で2108人のデータしか取っていないので、ここら辺がね正確性がどうなのかっていうのはあると思います、あると思うんですけど、私は独立している身として、そして周りのですね感じを聞いている限りは、東京ではですよ、東京で年収1000万を超えてくるっていうのは別に難しいことではないのかなというふうには思っています、それに専念していれば。はい。で司法書士のこの実態調査って多分全国の司法書士に毎年ね、司法書士会連合会から送られてくるんですけど、とにかくですね分厚くて回答するのがめんどくさくてですね、みんな回答しないんですね。でしないからわからないし、年収って言ってもね、その売上めちゃくちゃあるけど、そうかなり売上なんていうか経費で下げて年収も、ね、そんなに取らないようにしているような人もかなり多いですから、本当のところのその実態ってわからないんですけれども、勤務だったら分かりやすく700万以上のところも当然ありますよと。で独立だったらだいたい平均500万円ぐらいっていうのがもう私の感覚としてはあります。で当然1億も超えられるし、東京だったら別に1000万超えてくるのは難しくないのかなと思いますので、ぜひぜひね、皆さんもそんなにですね、使用数字になったところで年収が低いとかっていうところ
ようとかそんなに気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。特にですね、司法書士ってやっぱり資格試験の中でも結構難しい方に入ってきますし、専門性も高いですので、年収は当然高い方がいいですけど、やりがいっていうのはめちゃくちゃありますから、そういったところはあまり気にせずですね、ぜひ目指していただけたら、本当に全然後悔しないじゃない、後悔するようなことはないのかなというふうに思ってますのでね、ぜひね、気になっている方は、他にも司法書士関係の動画出してますので、そちらもね見ていただければというふうに思います。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけれども、今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。